どうもこんにちは、たつみんです。今日はですね、悩みや不安の解決法、これについてお話ししていこうと思います。で、悩みや不安の解決法を結論から話すと、もうこれたった一つです。行動に限ります。で、なぜこう行動に限るのかというと、まあ、ちょっと、思い出してみてほしいんですけど、こうもう、もう老後の、2000万の貯金ってどうやって作ったらいいんだろうとか、まあ、これから先、まあ、子供とかを養っていくのとかって不安だなみたいなね、こう思うことって皆さんあると思うんですけど、そうやって不安とかね、悩みを抱えたところで何もしない時点でこう現状が変わることってありえないじゃないですか。で、根本からその不安とかね、悩みを解決するには、まあ、自分でね、何かしら、まあ、お金の悩みだったら自分がお金を稼がないといけないわけなんで、実際にこう知識をつけたりとかスキルをつけたりとか、こうお金稼ぎをするためのこう行動を起こさないと、その問題は根本的に解決しないわけなんですよね。で、実際に僕の体験談として、こう悩みや不安っていうのをずっと我慢してた時期と一瞬で解決した時期、この両方の話があるんですけど、まあ、それが僕が3年間いじめられてた時のお話なんですよ。で、僕は中学2年生から、まあ、高校2年生ぐらいの、3年間ぐらいね、ずっとこういじめられてたんですね。で、クラスの、まあ、最初2人ぐらいが僕にちょっかいをかけ始めて、まあ、なんか肩パンとかしてきたりとか、まあ、消しカスを後ろから投げてくるみたいなしょうもないね、やつやったんですけど、まあ、1年経つごとぐらいにこうどんどんね、こういじめが集団化していって、まあ、最終的には僕がこう掃除用具入れって教室の端っこにあったと思うんですけど、あそこに休み時間に詰め込まれて、掃除用具入れをぐるぐる回されて、で壁側に向けられて出れなくして、でそこで罵声とか浴びせられたりとかして、で出してくれみたいな感じで僕が言って、出してもらったら、周りのやつがね、こうバチバチ殴ってくるみたいな、こうリンチみたいな状態が、まあ、大体そこから1年半とか2年ぐらい続くんですけど、まあ、それで僕は、まあ、この辺がね、こう M 字ハゲになってしまって、今では治ってるんですけど、まあ、とにかくこう3年間ぐらい我慢し続けたっていうかね、まあ、ぶっちゃけこう鬱みたいな症状というか、もう目の前真っ暗でこれからどうしたらいいか分かんない、でも、まあ、負けたくないみたいな感じで我慢して学校毎日絶対休まず行ってたんですよ。で、その我慢することがこういじめの解決になるって最初思ってたんですけど、まあ、ある日ですね、こう僕のことをこうボコボコにしてたやつに一発やり返したことがあるんですよ。まあ、馬乗りになってこう僕のことを殴ってくるやつがいたんですけど、そいつにさすがになんかこう顔つきとか、もうなんかニヤニヤしながらこう殴ってくるとことか腹立って、思いっきりバコーンって殴ったったんですよね。そしたらこう集団で僕のことをいじめてた子たちの目の色がちょっと変わって、あ、こいつなんかやり返し始めたみたいな感じで思ったのが、もう本当にその瞬間から僕のことをいじめるやつがいなくなって、で結果的にその後僕がなんかこうオタクみたいな見た目やったんですけど、ちょっとこう見た目とかに気使い始めたりとかイメチェンとかしてたら、まあそいつらが手のひらをねくるっと返して、お前ちょっと頑張ったやんみたいな、なんかタツミン頑張ったやんけみたいな感じでちょっと上から目線で言ってきて、こうどんどん関わってくるようになったりしたんですね。まあそういうことで、こう悩んでた時期ってすごい我慢してるだけで何も変わらなかったけど、自分がね一つアクションを起こすっていうか、こうやり返すことによって道が切り開けたというか、まあ、こんなにこう3年間我慢してたのに解決しなかったことが、まあ、たった10秒とかの行動で解決するんだってなったので、その瞬間僕はこう自分の行動によってこう不安や悩みっていうのは解消するんだっていうことをこう身をもって実感したわけなんですね。で、僕が貧乏だった時というか、まあ、借金とかを親父に背負わされた過去とかがあるんですけど、まあ、そういうのを解決するためにはどうしたらいいんだろう、まあ、普通にサラリーマンじゃ無理かなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、でもどうしようどうしようって悩んでるだけで、本当にもうお金がね、その空から降ってくるわけでもなし、宝くじが当たるわけでもなしなんで、じゃあ自分で稼ごうと思ってこう誰かにね、こう教えてもらうために、いろんな知識とかスキルに投資していくわけですよ。で、こう自分で動くことによって何が変わるのかって言ったら、こうできない営業ができるようになったりとか、まあね、苦手な本も読めるようになったりとか、こう目的がね、はっきりしてたら、こう行動によってどんどん自分のこう知識とかスキルとかが増えていって、お金を稼げるようになっていってね、こう今までの不安や悩みっていうのが解消していくっていう形なんですね。なので、
こう全てにおいて共通することなんですけど、いじめの時もそうだし、お金稼ぎのことに関してもそうなんですけど、やっぱりこう不安だなとか、もうどうしたらいいんだろうみたいに悩んでる時間って無駄で、何かアクションを起こすことが全ての問題解決の鍵になるっていうことなんですよね。それをまあ皆さんに知ってほしいっていうことで、今日はこの動画を撮りました。で、具体的に、お金を稼ぐためには何をしていけばいいかっていうのは、概要欄にあるね、後編の動画に、上げてますので、そちらも見てみてください。はい、ではね、今日の動画は以上になります。この動画が良かったらね、チャンネル登録と、他にも LINE アットと Twitter やってるので、ぜひ概要欄から登録してください。では今日は以上になります。ありがとうございます。